朝霞地区一部事務組合は、埼玉県朝霞市、四季市、和光市及び新座市の4市が設立している一部事務組合。常備消防事務を処理するため、消防本部として、朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部を設置している。管轄境界付近で発生した災害や、管轄区域内で発生した大規模災害等に対して迅速に活動できるよう、 隣接する消防機関等と応援協定を締結し、日頃から近隣市等で発生した災害へ出動している。知的障害者の保護や社会生活へ適応するための訓練などを行うため、障害者支援施設として、朝霞地区一部事務組合立障害者支援施設巣は緑風園を設置している。巣は緑風園資尿を衛生的に処理するため、 朝霞地区一部事務組合資料処理場を設置し、構成4市より収集運搬された資料と浄化総合での処理を行っている。朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部及び消防署の設置等に関する条例で消防本部と消防署の名称として朝霞地区一部事務組合を前置するものが定められている。しかし時数が長くなってしまうので、 車両への表記や一般への広報等では、朝霞地区一部事務組合を省略している。AB、平成21年、第2回朝霞地区一部事務組合議会、定例会会議録朝家地区一部事務組合議会、平成20年第4回朝家地区一部事務、組合議会定例会会議録朝霞地区一部事務組合議会平成2 0年第4回朝霞地区一部事務組合議会定例会会議録朝霞地区一部事務組合議会ありがとうございます。